はい今日の教えて渡辺さんは34年ぶりにバブル崩壊後の株価を超えて4万円突破というお話をさせていただきたいと思いますえー、長い長い長いデフレのトンネルえー、日本はバブル崩壊以降34年間ずっと下り坂でアベノミクスによって少し立ち直ったのですが ななかなか34年前の株価を超えることができませんででしたでは日本をダメにしてきたものは何であったのかというのを少し考えてみたいと思っているんです。34年前1989年11月にベルリンの壁が崩壊しそして12月に冷戦終結宣言というのが行われました。 それまで東側西側と2つに分かれていた世界が一つになったわけですそこから始まったのがグローバリズム人物金の移動の自由化1989年の12月29日大納会の日一番高い株価38,915円砂漠へ行こうと覚えているんですけれどもをつけて そこから年初からガラ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 ッと崩れていったのが日本の株価バブル崩壊でした株式の価格がどんどん下落していくそしてその中でさまざまな日本の社会問題が表面化していく同時に悲しいことに政権交代が起きたときに、えー、ちょうど神戸の震災 そしてオウム事件など社会的な大混乱も発生してしまったそしてその際の大臣は藤井元久さんで円高高論者で円が高い方がいいいい方と考えていたその結果急激な円高が進み結果日本企業が日本国内でものづくりができなくなってしまいました。この際にグローバリズムが進む 壁がなくなくる、そして日本でものを作れなくなるこの2つの要素から賃金の安い新興国に技術と資金がどんどん流出していったこれが日本社会の実情でしたその後9.11アメリカの事件9.11事件やさまざまな事件などを経ながら結果リーマンショックが起こりそしてまた株価が暴落した。 リーマンショックのあと民主党政権が誕生しその時もやはり富士山は円高に誘導してしてまった。結果日本企業で日本国内に残っていた日本企業などもどんどん海外に生産地を移転せざるを得なくなったまた原発停止によって電力不足が発生し日本国内の工場が稼働できなくなった。 これも日本企業の海外移転を進める大きな要因となってしまいましたそして株価は最安値をつけ7000円台まで行ってしまったこのような状況の中で日本企業はどんどん追い詰められていきましたそして2012年12月に安倍政権が発足しそこから右肩上がりの経済成長を示していったんですが その間に消費増税などで何度も何度も踊り場を越えていったせっかくアクセルを踏んでいるのにブレーキを同時にかけスピンをするような状態になってしまったこれが日本経済の実態でしたちょっと景気が良くなるかなという雰囲気のところに冷水をぶっかけられるこれが繰り返されてしまったわけですねしかし量的緩和の効果は じじじじわ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 漢方薬のようにいいていったそして2014年ソチのオリンピックとパラリンピックの間にクリミア紛争が発生し東側西側という2つの世界への分断が進んでいったその結果西側に再び日本にお金が戻り始めたまた原発再開によって電力の供給不足が解消されていった。 TSMC など半導体などの製造メーカーが日本に戻ってきた日本の多くのメーカーはこれまでの B2C ビジネスツーカスタマー消費者負けを捨て B2B ものを作る機械やそして製造装置そして検査装置など特化したメーカーに変わっていった世界の工場の裏方になっていったのが日本だったわけです。そして 再び日本企業が直接ものを作るというような時代に変わりつつあるこれが現在の状況また円安によって企業の業績が一気に改善しそれも大きな要素となり今回の株価4万円超えというのを達成したわけです例えば1万円の車1ドル100円であれば100万円日本企業は円で決算します 1> 1ドル150円ににななれば150万の売上になる海外資産も同様に計算が成り立つそして株価が上がると企業は株式も持っていますから株価が上昇した分企業のバランスシートが改善されるマーケットから市場資金を集めやすくなるこれらの好循環の転換によって大きく改善されつつあるその一方で問題となるのはインフレです。 今はもうすでにデフレではないこれを日銀の総は認めました昨年からですね、私、えー、すでにデフレではないインフレ傾向が出ていますよと教えて渡辺さんや番組などで言ってきましたがこれをついに日銀の総裁も認めたこのような状況の中で物価上昇率以上に賃金が上がれば日本経済は良くなる、えー、しかしこの賃金が上がらなければ日本経済 物価が上が上るだけそして株価が上がが上るるるだけになると騒ぐ人たちがいるえしかし日本の場合春闘によって一気に賃金が上がる構造になっていますから春闘でどこまで賃金が上がるか現在満額回答なども多く出ており改善される見込みであるというのが今の日本経済これが株価を支えているわけです。決してバブルではありません PER というバブルどの程度株価がバブルであるかという指標がありますこれは配当と株価の倍数を見たものでこれが大きくなれば大きくなるほどバブル状態にあると言われています日本のバブル全盛期は PER60 倍でした今は16.8倍アメリカが28倍前後ですからアメリカに比べても決してバブルではない ととといいうう状況ににあるののが現在の日本ということになりますそしてこれが何が悪かったのかその根底にあるのはやはり日本人の気持ちの問題であったりあとはリベラルメディアなどが主張してきた間違った考え方にあるんだと私は考えています。コップの水が半分ある、ま、だ半分分ああるるまだ と考えるのかもう半分しかないと悲観的に考えるのか悲観は気分そして楽観は自らの意思なんです日本は戦後2回の戦争に負けました第二次世界大戦で敗北しウォーギルドインフォメーションプログラムなどによって日本人の自信を失わされてしまったそして2度目の敗北というのはバブル崩壊の痛みを これを非常に強く感じそして再び繰り返すまいという、まあ、前向きになれない気持ち、まあ、常に日本大災害が多かったですから災害でで気持ちを折られ続けてきたといううのもあるでしょうその一方でですねそのような際に例えば神戸の震災が起きた時3.11が起きた時自粛ムードというのが広がってしまったわけですよね。 神戸以外の元気な土地はお金を使って逆にその被害を受けた土地を助けてあげる経済を活性化させる必要があるしかしみんなが同調しそして物を買っちゃいけないそしてバブル崩壊以降の製品の思想などという社会主義的思想これがですね日本人の内需が中心で動く日本経済をマイナス方向に導いてきたと言えるわけです じゃあこれを誰がやっていたかといえば、ある意味私はメディアであったと思っています。社会主義、共産主義、これは恐怖ビジネスであり、そして貧困ビジネスです。貧しい人、失業者、そして恐怖、これが広がることによって、政権交代、政権を覆す動きが起きるからなんですよね。みんなの不平不満の種をまき、そしてその種が実ったときに、 初めてクーデターが成立するこれがある意味共産主義社会主義の本質であると思いますそこにあるのは妬み、ミみ、不満これを拡大させることということになるわけですこれが広がればお客さんが増えていくしかししかしそれは日本全体から見れば非常に不幸なことです貧しい人が増え助けられない人が増えていくこれが間違っている ですから今回の株価の上昇もそのようなメディアの落とあああるるる。意味表裏一体である部分がある朝日新聞は慰安婦問題の否定によって完全にその品位を失ってしまったフジテレビは韓流ブームによって凋落を進めてしまったいわゆる若い子たちがもうテレビを見ない新聞を見ないその影響を受けない 社会に今大きく変化しようとしている一昨年安倍総理が亡くなった時に私自民党本部に行きましたそして弔問しましたその時に並んでいたのは半数以上が三十代二十代の若い人たちだったわけですよねこのような人たちはもう決してメディアの影響を受けていませんそのような中で日本が今まで朝日新聞やリベラルメディアの 間違った社会主義,社会主義共産主義的な思想から解き放たれようとしているこれも新しい30年の始まりを象徴するのかもしれません、まあ景気は気からといいますがやはり前向きに自分の足で立っていくそのような日本人が増えてきた時日本企業が増えてきた時日本社会は大きく変わるのではないかと信じています。 教えて渡辺さんでした。